NBFZ、NBFZ はドイツで開発された多方当戦車。ノイバウ、ファールソイクはドイツ語で心臓車両の意。試作車が警護領製造されたのみに終わった。1920年代後半から1930年代前半にかけて欧米各国ではフラー理論に基づく大型の車体に複数の砲塔を搭載した。 敵防御船突破用の多方投重戦車の開発が流行していた。ドイツでも1933年に陸軍兵器局がラインメタル社とクルップ社にグローストラクトアの開発を指示したことで多方灯戦車の開発が開始された。ドイツ軍はベルサイユ条約の下で戦車の保有が禁止されていたため戦車の開発を否得するために大型トラクターという名称が用いられた。 なお、1920年代後半にも、同じ、グローストラクトはあの一匿名称で、ダイムラー・ラインメタル、クルップの各社2両ずつ、計6両の戦車が試作されている。NBFZ にはそれらの設計、経験が生かされていた。1932年7月13日、陸軍兵器局第6課によって、NBFZ の最初の開発指示が出され、同年10月12日、 S 線のクルップ社と ZF 社が開発に参加することになった。1932年10月15日、NBFZ の使用書、戦闘重量は15トン以下、走行防御力は2センチメートル方に耐える程度、エンジンは出力 250HP の空冷エンジンがまとめられた。デュッセルドルフのラインメタル社も開発に加わり、クルップ社とラインメタル社の共作となった。 1933年2月27日、NBFZ の主砲塔に、主砲の 7.5cm 砲と副砲の 3.7cm 砲を、各1問ずつ装備することが決められ、同年11月、主砲塔が完成した。1933年10月、NBFZ の重量制限が22トンに、緩和され、装甲防御力は 3.7cm 砲に耐える。 ことが要求された1934年から1935年にかけて難航性の試作車両に両と2号車が製造された。両車の違いは主砲塔にあった。1号車はラインメタル車製砲塔を搭載し、2号車はクルップ車製砲塔を搭載した。車体は両車ともラインメタル車が設計、製造した。クルップ車は2号車の主砲塔のみを設計、製造した。 NBFZ は車体中央に主砲塔、右前方と左後方に副砲塔を搭載していた。主砲塔には戦車砲2門と機関銃1丁が同軸装備され、副砲塔には機関銃1丁がそれぞれ装備された。1937年には NBFZ の主砲法毒ガス弾を発射可能な 105mmKWKL。 28に乾燥して、ネーベルパンツァーを製造する計画もあったが、実現していない。ラインメダル射精砲塔は、7.5cm KWK 戦車砲 L24、3.7cm KWK 戦車砲 L45 を縦に連動軸に搭載し、クルップ射精砲塔ではこれらを並列に搭載していた。ラインメダル射精砲塔では、 同時期の T-28 中戦車のような、鉢巻きアンテナを装備していた。なお副砲塔は、愛号戦車のものと一見似ているが別形状で、武装も愛号戦車と異なり一砲塔あたり、機銃一丁のみの装備となっている。NBFZ は、車体後方に軌道輪、車体前方に誘導輪を持つ、後輪駆動方式であった。これらの設計は、 重戦車としての役割を果たすには複雑すぎ、信頼性の低いことが判明したものの、他方当戦車の設計技術向上のため、開発はその後も続行された。1935年4月17日、2号車をもとに、下、防弾構成の車体に、クルップ車線砲塔を搭載した実用試験車両が発注され、1936年はじめに、3両、4号車、 5号車が完成した。実用試験車両の産業は、シュレースビヒホルシュタインのプトロス演習場にて、広範囲にわたってテストされた。しかしこの頃には、適防漁船突破用の多方投重戦車という概念自体が、陳腐化し、また、方向戦車の開発が優先されたことから、1936年末までに NBFZ の開発は中止され、 試作車全車が一旦は退役した。難航性試作車両の2両は、1940年まで、プトラス戦車学校で訓練に使用された。プロパガンダ用に、工場で撮影されたノイバウファールゾイクしかし、第二次世界大戦が始まると、大戦初期のドイツ陸軍の戦車不足のため、実用試験車両の3両は、プトラス演習場にて編成された第40。 特別総工大隊の第三中隊のハンス・ホルストマン中尉率いるホルストマン小隊に配備され、1940年4月のノルウェー進行作戦に実戦投入され、ノルウェー各地を転戦、不評支援に活躍したものの、1両が路上で故障し自爆処分された。残りの2両は試作者のため修理部品もないことから、1940年末には、 本国に送還された。その後、1941年のバルバロスサ作戦に、再び実戦投入され、キロボルトマイナス1に遭遇し、もう一両が撃破された。生き残った車両は、その強そうな外見から、ナチスのプロパガンダ活動に使われ、演説台にされたりした。また、本社が、スリー戦車の生産ラインに共に並んでいる写真があるが、 これは量産されているように見せかけた欺瞞工作であった。ありがとうございます。